熊虎鬼五郎。めでたいめでたい。綺麗です。あれはね、芸術点高いですよね。冒険してるのほぼ熊虎鬼五郎ですね。これはふざけるなとか言うのかと思ったら弱虫で、オマージュオマージュ言っときながら来年のヒントも出してたっていう。いや、あれは、いや、すごい、ね、それはびっくりしました。ゾワッとしました。ゾワッとしました。僕らの四畳半島、トラチューバーのアジャイです。コンコンビーゾーです。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやー、2022年ですね。何年ですかね、今年は。トラ年ですよ。トラ年といえば、トラ年ということで、はい、今日はこの方を語りたいと思います。クマトラ鬼五郎。あー、めでたいめでたい。おめでとうございます。トラ感はなんか名前いや、そうなんだよ。もう出落ちなんですけどもおっしゃる通りです。もうでも、まあ、トラキャラといえば、ね、もうトラキャラ、そう、ドラえもんの中のトラキャラなんだろうといろいろ考えたんですけど、はい、いや、クマトラでしょここはやっぱ鬼五郎ですね、はい、ということで、はい、行きましょう。今年一発目、はい、新年一発目の、はい、もう映画のキャラで動画を撮ろうシリーズ、もう何6本目かな、これ。ペコペコ、ブーブー、ベアリングロード、ボームさん、さんで、ピエロだから 6人、はい、6本目、やったー第6弾はいはいはい、改めて見たんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い。そして出番が多い、うん、そう、あのね、なんだろう、やっぱいい作品っていうのは、うん、やっぱ敵キャラがいいっていう魅力的っていうのがね、一個あると思うんですけど、やっぱクマトラ鬼五郎はまず、うん、なんだろう、悪いやつなんですけど、なんか愛らしい、そう、憎めないんですよ、うん、めちゃくちゃいいやつなんですよ。いいやつじゃないんだよめちゃくちゃ、なんだろうな、憎めない、難しいんですけど、うん、表現が、ね、愛らしいやつというかね、愛らしいんですよ。はい、そんでね、めちゃくちゃ出番が多い、さっき言ってましたけど、はい、僕ね、数えたんですよ、はい、クマトラ結構この映画出るなと思って、うん、なんかやっぱネジマキシティってクマトラ鬼頃のイメージあるじゃないですか、うん、なんでこんなに印象的なんだろうと思ったら、うん、やっぱ出番が多い、うん、うん、でクマトラ鬼五郎、まあ、ホクロさんとかコピーのやつらも含めて、はい、うん、クマトラが出てるシーンをこう、うん、なんとなくね、大まかにこう測ったんですよ、うん、そしたら、はい、まあ、大まかですけど、うん、37分ぐらい出てます作品が1時間40分ぐらい、まあ、およそ1時間40分あるんで、3分の1クマトラ鬼五郎出てるんですよ、この映画。今までそんなキャラクターいました、うん、いないと思うよ、多分キ、うん、敵キャラですよ、うん、チッポとかペコとか、あの、のび太と一緒に冒険っていうのだったら、ゲストの、ね、味方側だったらいっぱい出るの分かるんですけど、うん、敵キャラですからね今回はこんなに、うん、映画のキャラで動画を、はい、撮ろうシリーズ、ついに敵キャラにまで手を出しましたね今回初じゃないですか。いや、敵キャラ前いましたよ。いましたっけ、ボムさん。いや、敵キャラじゃない、あれグレーゾーン、グレーゾーン、一応味方という話なんですけども、はい、さあ、そんなクマトラね、ほんとね、はい、いっぱいある語りたいことが、うん、まず最初に出てくるプロフィーですよね、テレビに映る最初は、そう、ニュース、はい、テレビ画面に、うん、クマトラが出るんですけど、その時ちょっと髪さっぱりしてるんですよね、うん、映画に出てきた髪ボサボサで、はい、ヒゲボジャボジャよりちょっと前の写真だったのかな、うん、口角もすごい上がってますね。そうそう、ちょっとなんか好印象、お見合い写真みたいな、そう、さっぱりとしたクマトラ鬼五郎が出てまして、36歳だったかな、36、うん、36歳でしたね。まあ、ぽいっちゃぽいけど、うん、なんか言ってるなって言ったら言ってる気もするし、言ってるっちゃ言ってるし、まあ、僕らより年上ですね、うん、なんか結構そのアニメのキャラって、あ、俺らより年下じゃんってなるけど、クマトラは割と年相応というか、あ、年上です、そうですよね、うん、みたいな、ちょっと年上のお兄さんというか、うん、前科100班ですよね。もう100班って相当悪いことしてますよね。何したんですかね、こんなに、うん、100班ってすごいですよ、100の罪がね、そんなに、うん、で、脱獄歴が3回ですって。3回もこれが初めてじゃないんですよ何度もやってるっていうのがね、うん、ありますよ、クマトラさんは。拳銃も持ってましたしね。そうなんですよ、そこがね、うん、今回の映画の中でも結構出ますけど、うん、拳銃もね。で、身長が175センチです。ちょっと平均身長よりも高いですね。そうなんだろうね、まあそうだね、日本人の平均より高いのかな、72ぐらいですもんね、うん、ちょっと高めの、うん、まあ、中肉中背な感じなんでしょうかね、うん、結構ガタいいからもっとでかいイメージがあったけど、ね、ガタいいイメージですけどね、まあ、日本人によくいるおじさん体型というかね、うん、そんな感じですよね。さあ、そんなクマトラのやっぱね、見どころ一つといったらやっぱこのコピーですよ、はい、うん、はい、めちゃくちゃ出てくるじゃないですか、うん、コピー、このね、やっぱ面白いのが、そのコピー人たちが、うん、まあ、数えたんですけど、うん、多分12人ぐらいいるんですよ、うん、で、社長がいて、クマトラ社長がいて、12人の子分たちがいるわけなんですけど、うん、このね、団体芸団体芸がめちゃくちゃ面白い、個性豊かでね、うん、団体でなんかいろいろね、うん、やりくりコミカルな動きをするんですけど、うん、一つ一つが面白い、みんなでね、リアクション撮って、うん、リアクションがめちゃくちゃいいんですよ、うん、まあ、その出てきた時に、うん、ここはどこなんだいって聞くんですよ、うん、子分が、うん、で、社長がここは地球じゃねえっつったら、うん、っていう、あのね、すっ
ごいそんなにっていうぐらい、うん、驚きますよね、うん、テンポもいいんですよ。ここはどこなんだい、うん、ここは地球じゃねえ、なんか新喜劇で、ね、見るようなね、そうなんですよ、ちょっと若手の芸人さんなのかなみたいな、なんかみんなこのセリフ言うのもなんか、うん、それぞれもなんか私はねみたいな、なんかそう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 、なんか俺が鬼ごろだ、俺が鬼ごろだ、うん、俺が鬼ごろだ、一人だけ私が鬼ごろだってやつ個性ね、ほくろさん以外にもちょいちょい個性出てるんですよ、うん、あいつらで声もなんかそれぞれ違う人が、声優さんもなんか4人ぐらいいらっしゃいますよね、 ABCD とか書いてあったんで、うん、いろんな方がやられてる、でそのウェーイとかはーいとかはーいとか言うんですけど、社長そう社長とか言うんだけど、一人声だけやついるんですよ、はーいみたいなやつがいるんでそこもちょっと注目して見てみると、そうね、悪ふざけじゃないけど、うん、なんかそのいいですよね、キャラの、うん、そうそうなんですよ、その違いがちゃんと出てんの、あのアフレコ現場に行きたい、もう どうなってんだろう、めっちゃ面白そうだなと思って、ね、団体芸で言うと、うん、僕が結構好きなのは、うん、話が進んだ後なんですけど、うん、あの近海で、まあ、魔人が出てくるじゃないですか、うん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 、で追っかけられる、はい、でその地割れのところはしごですよ、うんうん、はしごをみんなで渡るんですけど、はい、こうみんなでこう手をこう、 こうやりながら渡るんですよ、それたら一列に行くんですけど、うん、一人一人この前とは違うか、うん、違うこうね、あのなんて言うんだろうな、みんな交互にそう、ね、交互にこう、こうやる人前の人とは違う方向にこうやるっていうね、うん、ここ綺麗です、あれはね芸術点高いですよね、渡るときはねやっぱ時間があるから一人ずつ渡れって言ってたけど、そう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 、もう巨人が追っかけてくるから、うん、急がないといけないっていうね、みんなでこう、 うわーって言うんだけど交互にこうねやるっていうのがね、隙間を開けずに、うん、めちゃくちゃ綺麗、あそこはあれ団体芸の一つですね、うん、あと逃げて走ってる時も団体で走るんですけど、はい、うん、大体2人がこう手を挙げるみんなこうわーって走るんだけど、うん、2人はこう手を挙げて走る、なんだろう、うん、見栄えというんですかね、うん、みんなこれだと面白くないじゃないですか、うん、かといってみんなこれでも面白くない、うん、基本これスタイルで2人こうわーってやってる、そう、うん、ちょうどいい数ですね、うん、ちょうどいい団体芸がありますね、他にはなんかこういう、うん、なんかこうなんか上になんかワッシュワッシュみたいな、ね、うん、こういうのもいましたね、うん、結構細かく見ていくと面白いんですよ、ロケットの周りでもこう、うん、みんながこうワッてやるところが、ね、当選もするしですよね、こうみんなね、うん、こう振って振り向いたらみんながファッて、うん、ファッてやる仕事ですよね、なんでか憎めないんですよ、ね、うん、囲むのがめちゃくちゃ細かいんですけど、はい、まあ、映画のタイトルですよ、はい、のび太のねじ巻きシティ冒険記なんですけども、うん、冒険してるのほぼ熊虎鬼ごろですねこれはめちゃくちゃ冒険してるんですよ、うん、熊虎鬼ごろ、ドラえもんたち河口までもたどり着いてないですもんね、そうなんですよ、あそこ行ったのも鬼ごろ一派だけですかそうなんだよ、ほぼ冒険してるの熊虎鬼ごろなんですよ、うん、だからもう熊虎鬼ごろ冒険記と言っても過言ではないです、うん、嵐だったらドラえもんたちも収まるまでちょっと待とうって言って、うん、そうそうそう、行かなかったりするけど、鬼ごろは言うからね、嵐の中はこうバキュンバキュンやって、だから一瞬これあれどっちが主役だっけみたいなどっちがメインの話なんだっけ、うん、みたいなのもありますね、昼間から夜になってキャンプして、そうそうそう、一日ね歩いて、岩場もこうわっさわっさ歩いて、そうそう、でもはしご立ってこの割れ目をねみんなでね行ったりして、上にオーライオーライ、そうそう、あれこれ何の話何これ何見てんだっけって一生思うんですよ、まあドラえもんと絡むシーンもあるじゃないですか、クマトラたちだけの、時間も数えたんですよ、はい、18分半分はもう絡まずに、クマトラだけのシーンでも18分はあるんですよ、だ相当ですよ、うん、長いな、だから本当スピンオフが見たい、社長と12人っていうスピンオフが見たい、俺はもういろんななんかね冒険とかしてほしいですね、うん、あのねてんやわんやしながら社長とか言いながらなんかあのね見たいですよ、あのおいほくろほくろ、そうそう、ほくろほくろって言いながら、でもなんだかんだほくろさんを結構ね可愛がってるんですよ社長は ね、 ね重要なポジションに任せたり、ね、はい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 、はい、そうなんですよね、どこでもドアで、まあ、みんなが逃げるってなったところもやっぱりほくろさんにどこでもドアの前ね見張りをさせてましたもんね、うん、だから結構ねほっくろほくろって結構気使ってるんですけど、うん、逃げてる時も洞窟にみんな逃げるんですけど、うん、ちゃんとほくろ早くしろってほくろを行かせてから社長が最後に行くんですよ、うん、だからね、その後逃げるのは自分がずっとしんがりをねやつって、うん、そうそう一番後ろね社長がこうねわーわーわーってペロペロペロンバクンそうそうわーみたいなねケツからこう、うん、トントンって落ちてなんか動きがやっぱね昭和のアニメなのかなコミカルですよね、ちょいちょいやっぱ社長って言われるだけあってやっぱリーダーシップがありますよ ね、うん、でやっぱねみんなも従いますもんね、うん、なんだかんだそうなんですよ、あんだけクマトラいてやっぱそこでちゃんと、ね、従いさせるっていうのは、ね、やっぱガが強いやつが俺の方が偉いんだってなるんじゃなくて、うん、みんな社長のちゃんと言うこと聞いて、うん、そうなんですよ、やっぱすごいですよね、うん、社長もすごい頭いいですよね、そうそうそう頭がいい、うん、そのなんだろう判断が早い、回転力もあるし状況判断が早い、うん、やっぱリーダーシップにすごい、うん、だってそっかあれはコピーが作れる道具だったのかってなる、うん、ならないよねあんないきなりさ、ま、ここは地球じゃねえっていうのもそうなるほど、そうまさかそんなことないじゃん、受け入れるのが早いんですよね、地球じゃないなんて、そうなのよコピー作る道具だったのかで
大きくできる懐中電灯、うん、まあ、ビッグライトを見てもあそれはそういうもんだなってのをちゃんと理解してるし、うん、でドラえもんにも指示も出してますからね。そう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 。で空飛んだら、うん、クソ空飛べるのかみたいな感じのすごい判断が早くて、うん、そして次への行動も早いっていうのはクマトラの、うん、ね、評価できるポイントですよね。社長、まあ、拳銃持ってるんですけど、うんうん、はい、あれちょっとね疑問というか、うん、何発入るんだろう弾。結構ね、うん、バキュンバキュン撃つシーンがあるんですよ、うん、途中で垂れ幕ものの嵐のところ、そうそう、あの出て行け出て行け言われた後に、うん、うるせえつでバンバンバンって撃つんですよ、うん、でその嵐が晴れた後もさすが社長ってなって行くぞ、うん、ドンドンドンドキュンドキュンドキュンみたいな感じで結構ね横にもあれ撃ってました。そうそう、危ない危ない結構危ないんですよドキュンドキュンでそのバーンって音を数えていくと、うん、多分11発ぐらい撃ってるんですよ、うん、あんなマガジンで11発入る拳銃って。でもあらかじめ一発いやいやいや違う違う違う正規末の魔術師のあのプースチンランでプースチンランが持ってた悪さは PPKS でもいいことを教えてあげる、うん、そうあれすら多分8発だったんですよ、うん、であらかじめ一発入れておけば9発打てるよって話だったんですけど、うん、それよりも大きい。でも見た目はそんな悪さは PPKS よりもちっちゃいんですよね、うん、拳銃に詳しい方もしいたらコメント欄にね、はい、あれは多分あれですよみたいなのね、うん、教えてどの拳銃なのか、うん、そうですね教えていただけたら幸いですよねで拳銃持つ時も、はい、鬼頃ずっとこの引き金にやっぱ手かけてるじゃないですか。なるほどね。基本いつでも撃てるんだぞっていう。ああそういうことか。なるほどなるほど。普通はやっぱりこの持つだけで終わるじゃないですか。うんうんはいはいはい、でもねパッと敵見たらすぐに撃てるように。ああなるほどね。判断も早い。そっかそっか。でなんかのび太に隠れがちだけど、うん、あ多分意外と射的強い上手いですよね多分あいつね。うん、あの緑の草そうそう草葉っぱたちがね、うん、のび太をかばってくれたんだけど、うん、もうパン結構ね、ま、真ん中の方に、ね、ちゃんと得てましたもんね。真ん中に。で最後のび太こう命のネジにつまずいて転んだからよかったけど、うん、あれ転んでなかったらマジでイカれてましたよね、うん、完全に。危ない危ない危ない、うん、でもしかしたらギラーミンより強いかもしれないギラーミンよりクマトラの方が強いかもしれないよ、うん、宇宙一の殺し屋よりも、うん、少なくとも大山版のギラーミンだったら、うん、ワンチャン勝てるかもしれないこれはもしかしたら、うん、フィジカルも強そうですし、ね、フィジカルも強い、うん、そう。さっき頭がいいって話出てましたけど、はい、さっきねビートさんが面白いこと言ってたんですけど、うん、これは分かんない僕らの妄想なんですけど、うん、何でしたっけ高学歴かもしれない。ああそうですね。言ってたよね、うん、あんだけ頭の回転早かったんで、うん、多分僕本当東大ぐらい出てて、うんうん、でも卒業できずに、はいはいはい、大学3年生ぐらいで、うんうん、なんかちょっとあってあそっから悪の道に行ったんじゃないかな、うんうん、いやめちゃくちゃそれまあ僕らの勝手な妄想ですけど、はい、これ結構面白いなと思って、うん、熊虎の過去って、ね、確かになんかそう考えると生い立ちをちょっと ね探りたいですよね。確かに昔はもしかしたら、うん、頭良かったのかもしれない。でエリートカイドだったのかもしれないけど、うん、途中で何かあったっていうね。でいろんな犯罪にね、うんうん、染まっちゃって。だからそう過去を考えるってのも面白いですし、うん、その後やっぱ考えたいですよね、うん、あのほくろさんになって あれ本当にいい終わり方だなと思って、うん、あんだけ12人いて、うん、最後ほくろさんになるっていうのはね、うん、あれはすごい綺麗な終わり方だなと。自首するよって言ってね、うん、終わるのもめちゃくちゃいい綺麗な終わり方ですよね、うん、敵役もやっぱその人間の敵役じゃないですか、うん、その宇宙人とか未来人とか。そうそうそう、ドラえもんにありがちな未来人でも宇宙人でもなく、うん、ただの人間犯罪者が今回の敵であって、うん、しかもそいつがすごい結構ねちゃんと敵で、うん、最後はこのやっぱり良くなって終わるっていうのが、うん、いいですよね、はいはいはい、この本当に、うん、アブジルとの違いです。それはアブジル以来かもしれない。アブジルはでもね救えず終わるじゃないですか、うん、でもやっぱ最後、うん、鬼五郎はほくろさんになってこのいいやつでなんかいいやつじゃない。なんかそのそうそうそうめでたして終わるけど、鬼五郎はなんだろう憎めない悪役で、うんうん、アブジルは憎める悪役本当に同じ人間だけど、そうあいつは憎めるんですよ。全然憎めないとかじゃなくて憎めちゃうんですけど、うん、やっぱ鬼五郎さんは、うん、やっぱほくろさんの印象もあってすごく、うんなんかね好きだな、なんか部下思いなところもあるし、うんうん、鬼五郎が一瞬なんですけど口にこの枝葉加えてるシーンがあるんですよ、はい、口にこうなんか一瞬だけ、はいはいはい、本当に一瞬だけ、うん、で僕ちょっとねこれなんだろうって調べたんですけど、うん、昔の昭和のアニメとかで結構ね、うんうん、不良とか番長みたいなキャラが、はい、口に加えがちなんですよ、うん、でドカベンのいわきっていうキャラも口に加えてたり、うん、あとなんだろう明日のジョーの、力石もなんか昔初登場時に加えてたみたいな情報もちょっと調べたら出てて、はい、これ何なんだろうってなんか意味があるのかなって調べたんですけど、うん、まあ的確な意味はないんですけど、うん、なんかワイルドさの象徴だとかなんかその不良がやる行為だとかなんかいろんな説があるんですよ、うんうん、だからその昔もしかしたらクマトラさんがガキ大将だったのかなとかね、そういうような分かんない口に加える仕草の一番根源となってるのが、はい、なんか昔時代劇でやってた木枯らし紋次郎っていう木枯らし紋次郎っていう時代劇があったんだって、はい、でその人が口にこう、はい、
なんか加えてたんだって。へえ。そっからドカベンのいわきは口にこの葉っぱ加えてる。あ、元ネタはモンジローなんですか。らしいです。わかんない、これネットで調べた情報なのでちょっとごめんなさい、正確かわかんないんですけど、それモンジローがちょっとまだね、何かちょっとわかんないんですけど、そうなんですよ、時代劇のあの木枯らしモンジローで調べると出てくると思います。だからガキ大将だったのかな、いろいろね説はありますけどもね。そうです、いいセリフが1個あってですね、まあ、ほくろさんがもう社長、はい、地球に帰りましょうよみたいなこと言うんですよ、うん、そこでまあ鬼ごろ社長がね、うん、バカ野郎とかふざけるなとか言うのかと思ったら弱虫急に可愛い女の子みたいな、急に可愛い弱虫っていう急に可愛いこと言うのよ。なんだろう、静香ちゃんがさ弱虫って言うならわかるじゃん、うん、であの36の おじさんが弱虫って部下に向かって言うっていうのが、でもあれ今後ちょっと使いたくなるワードですね、うん、あれは引っかかったな、あのワードは使いたいな、何度も見てたのになんでここに気づかなったんだろうなと思って、うん、これは笑っちゃったら社長帰りましょうよ弱虫このね、いいな、あれはよかった、この前傾姿勢じゃないですか、うん、ちょっとこの弱虫みたいな感じで、ね、こうね、可愛らしいですよね。いや、めちゃくちゃいい、本当にいいとこいっぱいあるんですよ、うんうん、基本敵対してるけど、はい、一瞬ドラえもん一派とこう共闘するシーン、あそこも熱いですよね、なんだろう、一瞬フリーザが味方になるみたいな感じですかね、敵が一瞬味方になるときって結構ワクワクするじゃないですか、鬼ごろがいろいろドラえもんに情報とかも与えてるんですか、ドラえもんたちやっぱ初めて見たから、こいつは何なんだみたいな分かんないけど、先にもう近海と対決してるから分かるんですよね、鬼ごろは、あいつはいろんな形に変えれるんだとか、うんうん、でそういうの、ね、ここはドラえもんと共闘した方が後々いいだろうなっていう判断か、うん、そうそう、でなんなら最終的に撃てーっつってもう仕切り出してるんですよね、鬼子のナイススネオもね、そう撃てーっつってバカンバカンバカンって急に仕切り出しちゃうから、うん、あの戦車をビッグライト当てるっていうのも鬼頃の案ですもんね、あ、そうかそうか、不思議な懐中電灯持ってたよなって、ね、うん、だからその辺の判断力がすごいんですよ、うん、共闘してでそのスネオがね倒した、うん、一回倒すじゃないですか、うん、でちゃんとスネオこうやるじゃねえかってこうね、うん、頭ポンポンって褒めてあげる、それで優しさもあるんですよね、うん、やるじゃねえかって、飴とムチをねうまく、そうそうそう、そこもやっぱリーダー気質があるんでしょうね、うん、でやっぱすぐ逃げろ、逃げるのも、うん、今走って逃げたけどやっぱりすぐ追いかけられたじゃないですか、だったらもうロケットがあるからやっぱそれに乗ろうっていう、あ、なるほど、ね、判断もして、そうロケットに乗るぞっつって、うん、あそこもクマトラが判断して、うん、ドラえもんたちも結局そこに従っちゃったもんね、うん、最終的にね、で鬼頃乗るのも一番に自分が逃げるんじゃなくて、うん、最後にみんなこの部下を出して部下を全部入れてから行くっていうね、あの洞窟の時もそうだったんですけど、うん、部下を全部入れてから社長が最後に行く、うん、そこに優しさがない、ちゃんと安全を見てますよね、うん、ちゃんとねしてるんだよな、その辺が、ドラえもんはちょっと静香ちゃんと先に乗り込んでました、ね、で静香ちゃんがスカート引っかかるじゃないですか、はい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 、あれを助けに行ったのは多分ほくろさんだと思うんですよ、こう捉えてましたもんね、はい、ものすごい悪い顔して、はい、あのほくろさんいい人イメージありますけど、細かく見ていくとちょいちょいやっぱクマトラの血つい、うん、あの引いてるんで、うん、こういう顔してるけど、あそこだけものすげえ悪い顔してる、うん、そう、静香ちゃんをこうね捉えた時の、うん、こんな顔してましたもんね、うん、宇宙ステーションでもやっぱのび太の行方をね、うん、すごい探してくれるし、あ、そうなんですね、大丈夫だよこの星は不思議な力を持ってる、うん、っていいこと言うんだよな、優しい声がいいですよね、うん、社長の声もいいんですけど、ほくろさんの声めちゃくちゃ、うん、いいんですよね、初代ヘムヘム、あ、初代ヘムヘムなんですか、はい、さっきちょっと見たら、あ、そうなんだ、はい、あ、そっかそっか、そうなんですよ、あ、でもう一個はほくろさんといえばですね、はい、あの着替えが早い早着替え、初めて気づいた、はい、あの近海のシーンで水の中に放り込まれるじゃないですか、ボンベつけてら心配ねえよっつって、うん、で、まあボコボコ行って近海こう目玉が出てきて、うん、わーってなってこう、うん、浮かび上がって、うん、この魔人が出てくる、うん、浮かび上がった時はやっぱ裸じゃないですか、うん、パンツ一丁、うん、で魔人が出てきた、うん、わーって言って次の瞬間もうズボン履いてるんですよ、うん、しかも袖にちょっとだけ低等する、あの着替え途中みたいなシーンがあるんですよね、ズボン履いてちょっと上着 こんな感じ、うん、一瞬なんですけどやっぱ早いなと思う、そうだったのパンツの次っても服着てる状態なのに、うんうん、なんか確かに途中着替えをね、途中の描写ちゃんと入れてるっていうのは、ね、確かにそうですね、うん、ちょっとのシーンだけどあれすごい面白かったですね、あ、そう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 、初めて気づきました、あんな、いやね、ねじま、やっぱ、ね、クマトラ出番が多いから、うん、いっぱいあるんですよ発見が、うん、面白いのがいっぱいあるんですよ、クマトラから変わるんですけど今日、はい、アジャイさんから教えてもらったあの宇宙ステーションの、はいはい、そうだ宇宙ステーションまた、はい、ね、大発見なんですけど、うん、ドラえもんとかジャイアンとかがぐるぐる巻きにね縛られてるシーンですよね、うん、でそこで背景にあれが絵が描いてあって、うん、なんて言うんだろう、船の舵ハンドルじゃなくて舵ハンドル舵っていうのかな、うん、あの背景になんか宇宙ステーションと全く関係ない絵が描いてあるんですよ、うん、この船の舵みたいな感じ、これなんだろうと思ったら次回作来年の映画が南海大冒険なんですよね、うん、
だからこれ来年の映画のヒントなんじゃないかなって。なんか3シーンぐらい結構意味深な感じで、そう結構ねちゃんとあえて映してる感じの静香ちゃんのここら辺にちょっと映ってたりとかあるんですよ、うん、これはねねじまキティって結構オマージュオマージュ言ってたじゃないですか、うん、で結構確かに、まあ、あの前の動画言った以外にもめちゃくちゃあったんですけど、うん、でオマージュオマージュ言っときながら来年のヒントも出してたっていう、いやあれはいやすごい、ね、これはびっくりしました。ゾワッとしました。ゾワッとしました。いやこんなに見てたのに、うんうん、本当令和のこの時代になって発見しちゃったんですよ、ね、新しい発見って本当出てきますね、うん、なんか改めて。だって宇宙に関係ないもんねあれね、うん、宇宙ステーションにないような模様でこう本当に何回大冒険、他に別に模様があるわけじゃなくて、なんかあそこだけちょうど、うん、そう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 、模様があって、しかも本当何回か出るんで、うん、これはもう何回なんだっけ あららまたおいでよ割れない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 、そう。でまあ、そんな熊虎さん、その宇宙ステーションから爆発でこう降りてくるじゃないですか、うん、で、はい、あの絶対危ない、うん、だから逆さまに結構突っ込んで、うん、この地面に結構めり込んでますね、めり込んでドーンってなって、ただ、ね、普通の人間だったらね、うん、あの結構な怪我ですよ、うん、ただ熊虎さんは、はい、あのコブですよしかも2人だけ、うん、全員じゃない、十、うん、何人いたけど2人だけコブですんで、うん、あとは助かったんですよ普通に無傷でこの辺すごいですよね、フィジカルというか、うん、耐久性コブだけなんか見せるのも面白いですよね、うん、そうそう、すげえコブ出てんのよ、うん、2人だけねだその2人が多分一番下にいたんでしょうね、うん、ガーンってなった時にねあとの人たちは多分助かったんですよ、うん、コブと。まあこれもちょっと、まあ熊虎さんとドラえもんのやり取りが面白いんですけど、はい、最初熊虎さん青タヌキって言うんですよ、うん、でまあタヌキじゃないってドラえもんが言う、うん、これまあ他のキャラでもよくあるこのやり取りですね、うん、であタヌキじゃないんだってのを、まあ、熊虎さん覚えて、次ドラ猫って言うんですよ、うん、そしたらドラえもんが、うん、ドラ猫じゃない僕ドラえもんって言うんですよ、うん、でこれで終わりかなと思ったら、うん、この次はドラちゃんって言うんですよそしたらドラえもんが気安く呼ぶなっていうこのね二人のこの、ね、バチバチの感じがいいですよね、うん、この顔つき合わせてグーみたいなやつだじゃないですか、ドラちゃんって言うと多分三蔵様以来ですよねドラちゃん確かに三蔵さんはでも本人の前では言ってないけど、確かに静香ちゃん以外でドラちゃんっていう人あんまいないもんね、うん、ママとか以外かな、うん、確かにドラちゃん僕どんなお話したドラちゃんみたいな感じのね気安く呼ぶなっつってるやっぱ社長とほくろさんだけかなと思って僕、うん、見たと思ってたんですけど、この周りのやっぱ12人の部下たちがみんな結構個性があって、うんうんうん、そこの面白さにちょっとまた改めて気づきましたね、うん、いやそうなんですよ、ほくろさんに目行きがちですけど、うん、他のキャラもね面白いですよね、2人で腕組んでわー喜んでたり肩組んでたりね、なんかいろいろあるんですよね、なんかいろんなリアクションがなんか面白いな、うん、そうなんですよ、そういうとこもまたね、うん、そういうの踏まえてもう一回見るとまた面白いかもしれないし、うん、なんか発見というか、うん、なんか視点やっぱ変えたらドラえもんでも本当、ね、うん、いろんな面白さがちょい役どころか本当37分出てるんですから、うん、本当にねもしかしたらドラえもんたちより出てんじゃないかってから出てますんで、うん、これは面白いですよ、冒険のシーンは。でも本当にやっぱその今後ちょっと考えられなくなるぐらいね、そうですね、みんなであのリュック背負ってそう、あのみんな恐れのリュック背負ってね行くのも可愛いですし、うん、なんか微笑ましいんですよね、うん、犯罪者なんですけど本当見たいもん、社長と12人っていうスピンオフ、うん、俺はもう12人のね愉快な仲間と、うん、いろんなとこに冒険行ってほしい、うん、社長っつってうろたえろがっつって弱虫って言リーダーシップもあるからそうそう、弱虫は本当にな、うん、いいな、あれはいい、リルルの育児なしだっけ、リルルって育児なしって言うんだっけ、リルル、ああ打つとき、うん、そうそうですね、あれ以来の衝撃、うん、もうリルル以来のリルル、うん、やっぱ女の子じゃないですか、そうそうそう、だからそんな別になんか笑いじゃなくて、そうリルルが言うとなんかあグッとくるけど、うん、36のおっさんが弱虫っていうのもね可愛いですよね、めちゃめちゃ面白い、めっちゃ面白い、あれは本当に、うん、年一発目からなかなか、いやこれは面白かったよ本当に、深くて濃い話ですね、うん、そうそう、だから皆さんのね好きな熊虎のシーンとかもね、はい、コメント欄に教えていただけたらいいですし、うん、あとはまあど、はい、あのあとどうなったと思う、だから逆にほくろさんは一回まあ罪を償うじゃないですか、うんうん、それはどんくらいで出れるのかなともちょっと考えるんですけど、前科100班で脱獄もやっぱ3回もしてるような結構な罪を犯してるじゃないですか、うんうん、まあでもいつかね実習してちゃんと出てくれた、うんうん、くれてるんだろうなっていうのを願うしかないんですけど、あと一個ちょっとゲスな未来というか、一個ちょっとひねくれた未来を考えちゃったんですけど、社長は頭がいいじゃないですか、うん、あの最後ほくろさんに戻ったふりをしてたっていう説もあるんですよ、うん、怖いですよ、うん、怖い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 、うん、実は生まれ変わったみたいだよって言ってきながら、そう
じゃあみんな元気でなっつってこうどこのことは出たでしょ、出た瞬間にペロって取ってでっていう怖い未来もちょっと想像しちゃったんですよね。確かに一人ですもんね、うん、もうどこでもドアから自首するよって言ったら、そうそう、もう野放しにしちゃったじゃ ん, 知らないもん。リヴァイアさん以来のねあの衝撃え野放しにしていいの、リヴァイアさんと熊太郎鬼頃は野放しにしちゃダメですよ。はい、そうなんですよ。確かに、だからもしかしたらそういう、ね、鬼頃だそれぐらい頭働くから、うんうん、だからね、そうです、そういうのも面白いですよね。あなたどうなったんだろうって考える、うんうん、その後を考えるっていうのもね、熊虎さんも特にその後を考えたいっていうのもありましたね。やっぱりいっぱい出てくるな、うん、いっぱい話してもらったら妄想がまた、うん、止まんなくなっちゃいますね。そうですね、また何かあったら、はい、あの熊虎第2弾やりますんで、はい、ね、2021年もね本当に、はい、心の友に支えてもらってね、素晴らしい1年だったじゃないですか。そうですよ、本当に楽しかったですね、うん、では僕らのやっぱ知らないこともいろいろ教えてもらったり、言ったら FM も初めて行って、うん、そうですよ、でなんか、ね、書斎見ましたとか、あ、そういう何書斎とかその辺も僕ら全然知らなかったじゃないですか、ね、ライブ配信も今年から始めたもんね。そうですね、そこでねより皆さんとこうね距離が縮んだというか、うん、ありますよね。でリトルスターウォーズ見に行った時、はいはいはい、初めてこの部屋以外で撮ったじゃないですか、うん、あ、そう、ああいうのやりたい、ああいうまた別のちょっとね、そう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 、うん、ああいうのやりたいですよね、うん、他になんかあります、やりたいことは。今言ったやつか今言ったやつだね、全部取られちゃった感がある。ごめんなさいね、そうそう、ああいうのやりたいですよね。それはまたなんかね別の場所だったりで、うん、撮ったり、絵が変わるとやっぱね、うん、気持ちも変わりますもんね。あと旅行したいですね、やっぱね、去年富山旅行したんですけど、ね、またああいうとこ行きたいですね、うん、普通に旅行したいわ。去年はサザエモンさんとあのコラボさせていただいたじゃないですか。はい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 、やっぱああいう感じでなんかまたいろんな方とコラボとかもね、うんうん、そうですね、いろんなドラえもんのね関係の方とね、うん、やっぱつながって、うん、なんかそうだね、そんでなんかゆくゆくなんかアベンジャーズみたいな感じでドラえもんアベンジャーズみたいななんかいろんなあれいるなんかやりたい、ね、みんなコスプレして、みんなコスプレするんですか。例えばアベンジャーズってキャラクターなんかあるから、そうですね、なんかそういうのやりたいですね、みんな集結みたいな、ニムゲニムゲ。こんな感じで今年も、いろいろね僕らなりの動画を出していきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。今年もよろしくお願いします。良いお年を。じゃなくて違う、終わり終わっちゃう年末出てる、はい、そんな感じで四畳半島、はい、今年もよろしくお願いします。